おはようございます。第22回の ODML モーニングライブをお届けしたいと思います。今日は準備がバタついてしまいまして、最後までうまくいくか心配ですが、声とか大丈夫でしょうか。今日は熊本の自宅におります。今日はですね、エバーノートというさ、クラウドサービスの一種なんですけども、そちらを1年ほど使っておりますので、簡単に解説をしていきたいと思っております。ですね、エバーノートっていうのはこういう、アイコンで説明されていますけども、ゾウさんのですね、エバーノート。外部脳というキーワードを使って、彼らは説明をしているということですね。非常に新進気鋭のベンチャーなんですけども、カリフォルニアだと思いますが、とても面白いサービスをしていますので、解説をしていきたいと思います。こういうようなですね、私この図を自分で作ったんですけれども、ちょっと見えないかな、僕の絵が。僕の顔が外して。はい。こういう絵を作ってみたんですが、例えば iPhone であるとか iPad、それからデスクトップパソコン、Windows PC、こういったものを、どこに、自分の周りに何があるか、いつどこを何を持ってるかっていうのを、まあ、全然無視して、Evernoteという窓口から何かを書きさえすれば、すべてインターネットを経由して、それがエバーノートサービスに、収納されていくというイメージですよね。主にはメモだったりします。で、僕の場合は音声とか、写真も使うことがありますし、インターネットを見ながら、面白い記事があったらそれを即座にエバーノートに記録するなんつうことを日常的にやってます。イメージとしては毎日、歩いたり、ウェブを見たり、人と話をしたり、する中で気がついたことをメモしていく。で、それをいつもメモ帳を持ち歩いているのもいいんですけれども、たまたまそこになかったら、携帯につぶやく、iPhone でつぶやく、iPad にメモをする、写真を撮る、いろんなものをですね、すべてインターネット上の Evernote というサーバーに収納してしまうという考え方です。そうしますと同じことですけれども、自分の身の回りに何かあったときにそこからログインさえすると、今まで自分がメモってきたものすべてがそこで見ることができるし、編集することもできるというような全体の姿ですね。使い方としましては、まず、エバーノートというサービスにインターネット経由でサインアップ、登録をします。で、それだけで使えるようになります。僕の場合は自分のメールアドレスとパスワードみたいなことで登録をするわけですよね。そうすると、普通のブラウザ、サファリであるとか、インターネットエクスプローラーであるとか、Firefox であるとか、そういったものをインターネット上で普通に Yahoo や Google を使うように、そこにブラウザ入れるだけで、その場で文章が書けたりするということですね。で、以前自分で書いたものも全て見ることができるということになるわけですが、まあ、実際にこう例を取ってみるのはこの後しましょう。で、それがだんだんこう飽きてきますというか、まあ、それ十分なんですけども、もっと、便利に使いたいということであれば、専用ソフト、全て無料が提供されていますので、パソコンや Mac 用、それから iPhone や iPad 用、最近で Android 用もあるのかな。そういったものを無料でそれぞれの機器にインストールすると、さらに使いやすくなる。さらにメモしやすくなるし、今までのものも見やすくなる。というような二重構造になっています。ですので、まあ、出先のパソコンを借りるときには、もうこういう専用ソフトを入れるわけいきませんので、普通にブラウザで使ったりとかしますし、いつも持ち歩いているものにはこうやって専用ソフトを入れておくというふうに使えば、より使いやすいかなと思います。で、あとはもうメモしまくるだけですよね。実際に歩きながら新規テキストで思いついた企画書をバリバリ書いていったり、インターネットを見ながら、あ、これ面白いなっていうところをこう画面のショットピッと送るとか、iPhone の場合はカメラついてますので、スキャナー代わりに文章をピッと撮る。実際の風景で面白いなんかものがあればそれを撮る。音声もそれを録音するツールがあります。メールももちろん、メールで投稿することができます。これは後でデモしたいと思います。メリットとしましては、手帳を持ち歩かなくても良いということですよね。どこでもそこ、いつでもそこにあるインターネット機器を使えば自分のアイデアや、何か思いついたことをメモすることができるということです。今までのメモをすべて同時に見ることができます。手帳ですと、例えば、去年のものを今年になってみようと思うと、これまた大変だったりするんですけれども、Evernoteの場合は、
容量を、まあ、なくなるまで結構使えますので、いろんなメモをすべて口出しで見ることができる。それと、検索機能があります。検索っていうのは、例えば、面白い話ですけども、名刺をスキャンすると、その名刺に書いてある文字まで、OCR を自動的にサーバー側でやって、それを検索対象にしてくれるという機能もついてますし、自分でタグや、いろんなメモをそこに当てて、それで検索するということができます。私なんかいつも忘れがちになる、例えば、モバイルポイントのアクセスポイント、アクセスパスワードとかですね、すぐ忘れちゃうんで、あるいは、フォンの、ウェブキーとかですね、そういったものを、iPhone で取って、入れてます。そうするとすぐ出てくるんで、すごく便利だったりします。それから、作業の続きをいつでもどこでもできる。例えば、原稿、まあ、ちょっとした、小録を書こうかなと思って、Mac で書いた後に、出先で iPhone で続きを書く。iPad で、どっか旅行先で続きを書く。としても、それはどんどん統合されていきますので、一つのメモを使い回していくことができるということになります。当然のことですけども、バックアップ不要です。手帳は、なくしたり、水に落としたり燃やしたりするともうバックアップないわけですけども、エヴァーノートの場合は、必ずアメリカのサーバーに全ては残ってますし、アプリを入れている場合には、身の回りの手帳全てに複数バックアップが残る、手帳というか、身の回りのデジタル機器全てにバックアップが残っている状態になりますので、より安心です。思いついたことはもう何でも入れちゃいます。要するに、これで話をしましたドロップボックスとどう違うんだっていう話になると思うんですけども、ドロップボックスの場合は基本的にファイル構造、ファイルの単位なんですね、すべてが。エヴァノートの場合はファイルという概念は全くない、意識しなくていいです。メールが1本であったり、メモが1本であったり、音声が1本であったりして、そこにファイル名を入れて、どっかフォルダーに保存するなんてことは一切させませんので、もうとにかく思いついたことはざっと書いちゃう。そうするとその中身を検索してそれがいつでも出てくるというような感じになってきますので、割とステップが少ないですね。あと、ブログやウェブページもそのままできます。例えば、エヴァーノートのアプリケーションをインストールすると、ブラウザの片隅にですね、ここをエヴァーノートに送るなんていうアイコンができちゃうんですね。で、それをピッと押すとそのままエヴァーノートに収録されると。で、最後に、時間を見つけて、この一週間でいろんなメモしたものをざーっと見る時間を作るといいと思うんですよね。そうすると、いろんなところで自分が、あ、こうかな、こうかなと思ったことを一週間、週末に全部こう整理をして、検索キーワードをつけたり、ファイルというかフォルダを変えてみたりとかね、いろいろしながら、あ、俺こんなこと考えてたんだ。じゃあこれはちょっと実現しようかなとか、この続きをちょっと変えてみようかな、なんていう時間を取ることができる。まあこれは手帳でも全く一緒ですけれども、そういう、デジタルライフを近づけることができるということです。それ値段のことは書いてませんけど、基本的に無料です。で、僕は有料版に登録してます。あんまり変わんないですね。有料版に登録すると、メモの量、一ヶ月に使えるメモの量がぐんと増えたり、添付できるファイルの拡張子というか、形式が増えたりなんかしますが、まあ、とりあえず無料でいいんじゃないですかね。ほとんどの方は無料で使っているというふうに聞いてますので、もう基本的に無料と考えていただいて結構かと思います。ということで、ちょっとデモをしていきたいのですが、まずは、ブラウザを立ち上げてみます。あれ？立ち上がってる？立ち上がってる？あ、と思います。ブラウザを立ち上げてみます。こんな感じ。今ちょっとこれをニュースを見てました。エヴァノートっていうところが、何も考えずに、エヴァノートっていうところに行きます。はい。そうすると、もう僕ログインしてますので、こんな画面になります。今日本語になってるんじゃないかな。どうなんでしょう。こういう画面です。一回ログアウトしますね。ここに本語になってますね。こういう画面が最初出てきますので、ここをじるじる読んでもらって、ビデオとか、まあ、僕が言ったようなことをいっぱい書いてありますので、たまにバッと見てください。で、ここにダウンロードなどっていうのは、先ほどの専用アプリケーションをダウンロードする場合です。もちろん無料です。しなくても使えます。で、サインインをします。
で、初めての方はここで、サインアップしてください。で、僕の場合はもうすでにログインできてますので、サインをします。そうすると僕の画面になります。こんな感じですね。で、ここに、サムネイルが並ぶんですけども、例えば僕が ODML というとこに、入れたメモがずらずらと出てきまして、そうですね。なんだいいかな。これパスワードとか良くないですよね。これ写真ですけど、この間、ヤフードームにソフトバンクの野球見に行ったんですけど、その時のチケットをカメラで撮ったやつですね。もしなくしたらこれで入ろうとか。あるいは、原稿をこう書いた文の下書きが残ってたりします。それから、これもそうですね。あるところに書いた原稿が残ってます。で、もちろんこれはこのまま書いていくことができます。で、これらすべて検索することができます。新規の場合は、新規を押すと、ここから作っていくことが new ですね。new と押すと、ここからタイトルを入れて書きます。これがブラウザのイメージです。続いて、専用ソフトのイメージを見てみたいと思います。専用ソフトはですね、Evernoteというサービスがありますので、Evernoteをクリックしますと、4と。サイズを広げますね。フルスクリーン。はい。これが Evernoteのソフトになります。ちょっと小さくて見づらいかもわかりませんけども、今の先ほど見た画面と結構同じような感じで並んでるかと思うんですよね。はい。いろいろ見方ある。例えば表示は先ほどの画面と同じようなサムネイルにしたり、でこちらにその内容が表示されます。こういう表示にしたり、混合ビュー、それから、メールと同じようなビューしたりすることができますけど、まあ先ほど見たようなことがすべて同じようにできていきます。で、これは何かって言いますと、インターネットで、探したところを、ポンと見たりすると、もう一回戻りますけど、これ先ほどのブラウザですね。で、こういう、専用アプリケーションをインストールすると、こういうアイコンができる、こういう、ゾウさんのマークのアイコンができるんですね。それは何かと言いますと、例えば、Apple のホームページを見て、このページは面白いなと思いますよね。そうすると、このゾウさんのアイコンをピッと押すんです。で、この瞬間にこのページが、はい、こうやって Evernoteの1ページにタイトルが入れられて、すべて画像がここに含まれて、メモされましたんで、OK すると、今、Evernoteの一番新しいページに、はい、もうこうやってできましたね。こういうことができます。すごく、画面をショットして記録していくには便利だったりします。まあ、こんな感じで使っていくわけです。で、あとは最後に iPhone ですね。iPhone、iPad でどのように使うかということなんですけども、よいしょ。はい。これ、見えますでしょうか。iPhone ですね。で、iPhone を起動して、ここに Evernoteというアイコンができてます。これですね。Evernoteこいつをピッと押しますと、このような形で、今の画面と同じようなものができてきます。で、これもこう入れると、その中身が表示されるというような仕組みになってますし、で、これがすべてリアルタイムでつながってます。同じように iPad。はい。iPad でも、クッと入れますと、ここに Evernoteの、はい、アイコンがあります。これも全部無料です。これを入れると Evernoteが立ち上がって、はい、こんなコントちょっとかっこよくなってますけども、例えばこの ODML を開けると、はい、こんな感じで、先ほどの画面と同じものがすべて全く同じイメージで見ることができる。で、書くことができるというふうになってます。これが、Evernoteの、まあ、一連の仕組みであるというふうに、Evernoteの一連の仕組みであるというふうに、思っていただければいいと思います。すごくシームレスにですね、自分の体験したもの、考えついたことをメモっていって、それを全部、インターネット上に置いていくことができるというのが、Evernoteでございました。ぜひ、Evernoteで検索してもらって、登録されるといいと思います。今、Evernoteの本もいっぱい出てますので、本屋さんのコーナーに行くと、
割と話題になってますので、世界の中でも日本人の利用が割り方多いということで最近話題になってるようです。ぜひ一度デジタルライフを送っている方は使ってみてはいかがでしょうということで今日の話題でした。はい、次回は10月6日、来週の水曜日東京からお送りをします。いよいよワールドミーティングが近づいてまいりましたので、その翌日にはですね、このような形で、ユーザーミーティングをしますので、皆さんまだ登録あまり多くないですね、そろそろ登録しなきゃなと思っている方々がいっぱいいらっしゃると思いますので、こぞっておいでください。ワールドミーティング翌日の月曜日祝日、朝9時半から有明の TFT ビル森田さんのオフィスでやろうと思ってます。その時のアンケートだいぶ集まってきましたので、数増えてきましたけれども、もうちょっといろいろご意見を言いたい方が、こちらの方でお聞かせください。それとその翌日ですね、あと1名ぐらいは余ってます。多分、まあ別に11名でもいいんですけど、フィードさんの通販企業見学ツアーに行ってこうではないかということですね。別に行ったからどうだってことはないんですけども、まあ僕らの視野を広げるという意味ではすごく興味深い体験になるというふうに信じておりますので、ぜひともおいでください。あ、それとですね、ワールドミーティングに戻りますけども、私、ご縁がありまして、某ブースに日曜日に立つことになりましてですね、変な話ですけど、もしよろしかったら、見づらいですね、10月の10日の1時半から1時50分、デンツプライ三金さんのブースで、iPad は歯科医の日常をどう変えるのかというテーマで、20分、お話をすることになっちゃいました。これから準備をするんですけど、ぜひご期待ください。お暇な方はブースにおいでいただけると嬉しいな。お、時間応募しとるな。はい。ということで、いろいろお知らせも含めて言ってまいりました。どうもありがとうございました。ではまた来週。さようなら。